キッスのスクリーンショット着せ世界セットシステムとは当初仮想、紙人形を作るために設計されたアートとコンピュータの融合である。コンピュータを通じて作成したり表示したりする伝統的なアートである。コンピュータグラフィックスとは異なり、キッスはコンピュータをメディアとして使い、アニメーションするばかりでなく、双方向のアートを可能にする。キッスは、 オープンスタンダードであり、何種類かの PDA を含むほとんどすべてのプラットフォームにある程度実装されてきた。Java や Web ページによる実装も存在する。キスは1991年、少女漫画のキャラクターに基づく人形と共に日本で始まった。最初の人形は互いの周囲や前後に重ねて動かすことができ、あたかも人形の画像が服を着ているように見える。 単純で性的な画像の集まりだった。コンピュータグラフィックスを使うことにより、視覚的には離れた部品を含む複数のレイヤーを同時に動かして、物理的な紙では不可能な奥行きがあるように見せかけられるという点で、伝統的な紙人形より優れていた。初期の表示ソフトウェアは PC-9800 シリーズ向けに設計されており、16色のパレットで人形を 表示していた。ほどなく、VGA ビデオカードと256色や、複数の16色パレットのサポートを含む、機能強化された標準が提唱された。この標準はまだキススに基づいていたが、その後いくつかの追加仕様、特に双方向性とアニメーションを制御する、フレンチキススと32ビットトゥルーカラーを、サポートする、チェリーキスがビューアに組み込まれた。九百九十年代後半に、 キッスは日本の BBS コミュニティからインターネットを通して人形を作成するアーティスト、サポートツールを作成するプログラマ、そして世界中に現れたファンと共に国際的に広がった。キッスセットはしばしば人形と一般に呼ばれるが、奇世界とは限らないことに注意されたい。実際にはあらゆるものが可能であり、福笑い、ウェディングケーキ、ドールハウス、戦艦、 そればかりか、パズル、ゲーム、他にも、たくさんのものが存在する。このような人形以外のセットを、英語圏では、アベレントキスと呼ぶことがある。キスセットは、様々な、異なった形式の、多数のファイルからなる。これらは、LZH 形式で、単独の人形として配布用に、パッケージされる。ビューアプログラムは、LZH 形式から、個々のファイルをまとめて取得できる。 ほとんどのファイルはアニメーションセルに似た生の見圧縮画像データセルファイルである。キス。GS に使用のセルは KCF もパレットとして必要とするが、キッシュ使用セルには必要ない。KCF は背景色の制御もでき、明るさと色を変化させる効果のために入れ替え、可能な複数のパレットを含む。キス。 GS2 以降のすべてのキッスバイナリファイルは共通の32バイトバイナリヘッタレコードを持ち、サイズ、種類及び含まれているキッスデータの形式を識別するフィールドサイズ、重ね合わせ、セルの位置、パレットの使用、そして対話的操作やアニメーションのイベントを制御するために設定ファイルも必要である。加えて音楽用のミディファイルと 効果音用の WAV ファイルが使え、一般には何らかの形で作者がテキスト文書も含めている。キスセットは追加セットと呼ばれる過程により、他のキスセットからリソースを獲得することが許されている。これにより元のセルを新しいセットに組み込むことなく、新しいバージョンの人形が作れるようになった。これは以前のバージョンを置き換える必要がなくなり、 原作者が誰であるかの混乱を招くことなく異なる。作者が人形にデータを追加できるということを意味する。この機能は最も初期のビューアまで遡れるが、追加セットの読み込みの詳細には多少ビューア依存の点が残っている。フレンチキッスはキッス。GS に使用への実験的な追加機能として、作成されたイベント駆動のスクリプト言語である。多数の機能がキッスに追加されてきたが、 メインキッス形式へ公式に組み込まれたものは一つもない。互換性を維持するためと、ミサポートのビューアから隠すために、これらの機能は設定ファイル内でコメントに見せかけられてきた。各種の拡張はまず、日本で導入されたが、すべて後に国際ビューアで拡張された。フレンチキッスはキス。GS に使用への実験的な追加機能として、作成されたイベント駆動のスクリプト言語である。 フキスはアニメーションとより優れた双方構成をキスで可能にするため日本で導入されたフキスは最初の拡張でありテスト目的だけを意図していたがそのまま有名になって固定化されたすべてのフキス命令はその設定ファイル内の行で以下の文字列から始まるは通常コメントの開始を示し当初はビューアがフキスを処理しない場合に備えて処理指令を隠していたが フキスは今やすべてのビューアで標準である。フキス自身も何度か拡張されてきた。これらは初期プロパティを制御するためのセル定義の拡張である。これらはセル定義の末尾にコメントとして現れ、直後にパーセントとコードが続く。最初の機能は最初のレベルのフキスの最終仕様で追加された。不機読4で追加された他のプロパティには表示状態、クリックできるかどうか。 およびオフセットの上書きがある。これらは設定ファイルに追加されるコメントで、セットを自動表示する最善な方法を、ビューアープログラムに提示する。当初は日本で、他のキスセットの追加セットであることを示すために、使われ、後のビューアーは、読み込もうとしているセットの最適設定を示すために、使った、通称キッシュ。これは、バイナリデータヘッダーレコードの拡張であり、 他の拡張と異なり設定ファイルには変更を加えない。キッシュはセルファイルが生の24ビット色データと可変透明度のために8ビットのアルファチャンネルを含めるようにする仕様である。キッシュセルはパレットベースのセルと比べてディスク容量を多く使う傾向があり圧縮もないためほとんどの作者は慎重に使っている。テストとアニメーションのために多数のセルを制御するのを簡略化するため ユーザーグループ化が不規則4と共に追加された。ほとんどのプラットフォーム上に標準的な画像形式からキスセルと KCF ファイルへの変換が可能なプログラムが多数存在する。作者は元となる画像を任意のフリーウェアや市販のグラフィックソフトウェアで作成できる。設定ファイルはテキストエディタで書かれる。ひとたび基本的なファイルを作成したら キスビューアが表示とセットの微調整に使われ、それからパッケージングに LZH 対応のアーカイバが使われる。必要なソフトウェアはすべて、キッス作成の詳細なチュートリアルと同様インターネットから無償で入手可能である。現代のインターネット上のキスコミュニティは、ダルズコミュニティに類似していてある程度重なり合う部分もあるが、両者ははっきりと異なっており、互いに、 自らの作品を保護している。しかしながら、キスアートは、より特殊化しているので、英語圏のキスコミュニティはインターネットで最大の、人形アーカイブであるザビッグキスページに集中している。ただし2000年以降、回線料金のため BKP は、ほとんどの人形のダウンロードを購読者だけに認める、ことを余儀なくされており、アクティブなコミュニティのサイズに、負の影響を与えている。 人形に服を着せられることは服を脱がせられることも暗示するためメインコミュニティとは独立にアダルトキッスのサブジャンルが常に存在してきたエリック・ツインマーマンは以下のようなキッスの設計が原因でキッスは脱衣ゲームになりがちであると分析している日本国外では着せ替えセットシステムとされることが多いが正式なものではない参照ウェブキスページキッス GS 使用書フキス命令解説書、ジェリーキス解説フキス2命令リファレンスフキス3、使用書フキス4リファレンスハットエリック・チンマーマン、エレナ・ゴー・フィンクル、テクノロジーズ・オブ・ドレッシング、ザ・デジタル・ペーパー・ドールズ・オブ・キッス、イン・スティーブ・ンヘラー、セックス・アピール、ザ・アート・オブ、アルーワイン・グラフィック・アンド・アドバタイジング・デザイン、アルワース・プレス、 pp, 159から 166,isbn978 から1から 581150483,http:/www.ericzimerman.com, m texts, ス kiss.htm ありがとうございます。